この先を抜ければゼビオンはすぐそこ。あと少しだ。もうすぐね。ゼビオンの伝承の塔には一度行ってみたいと思っていたの。伝承の塔か。あれだけ高いんだ。てっぺんまで登るには何日もかかっちゃうんだろうな。まさか普通に登るつもりなの？よし。どうしたの？何かが近づいてくる。森の中からだ。どうしたんですか？おお、どなたかは知らないが、ちょうど良いところへ来てくれました。ちょっと面倒なことになってしまいまして。面倒なこと？確かに面倒な奴らに目をつけられちまったね。いやはやそのようで。ま、こうなったら仕方ないな。付き合うぜ、おっさん。自信があったんですがね。運の良し悪しは関係ないさ。俺たちが一緒に戦うんだからな。なんと頼もしい。期待しておりますぞ。これでもう大丈夫だぜ。やはや助かりました。なんとお礼を言えばよいやら。いや、礼を言うにはちょいと早いみたいだよ。近くにまだ敵の気配があるからね。あ、本当だ。茂みのあたりから何か聞こえるわ。こんなところに隠れてやがるとはな。でも隠れてるってことは自分たちが攻撃されるとは思ってないはずだね。その通り。逆にチャンスだよ。不意をついて驚かしてやるといいさ。状況ですな。おじさん、弱気になっちゃダメよ。私たちがついてるわ。後手に回ると厄介だね。奴らが茂みから出てくる前に倒しちまうよ。しつこい奴らだぜ。おい、そっちは大丈夫か？ええ、あなたこそ大丈夫なの？少し息が上がってるんじゃない？この程度どうってことないぜ。戦闘演習主席をなめるなよ。Yeah!
よし、一丁上がりだな。なんとか片付いたわね。いやはや皆さんのおかげです。私一人では一体どうなっていたことか。ところでおっさん、一体何者だ。随分と大荷物みたいだけど。おっと、これは名乗りもせず失礼しました。私はトルネコ、エンドールから来たしがない武器屋です。エンドール？そんな名前の町あったかね。私も聞いたことがないわ。やはりご存じないか。しかしこれではっきりしました。どうやら私は伝説の武器を探して冒険するうち別の世界に迷い込んでしまったようなのです。別の世界ってここのこと？それじゃああなたはこことは違う世界から来たってことなの？そうとしか考えられません。こう見えて私は大の冒険好きでして、世界の地理にはそれなりに詳しいのですが、この辺りの土地には全く見覚えがないのです。それで不安になって帰り道を探しているうちにあの連中に絡まれてしまったというわけで。なるほどな。それで追いかけられてたってことか。それにしてもどうやったら別の世界へ行くことができるのかしら。元の世界への帰り道もわからないんでしょ。はい、トルネコだったね。とりあえず私たちと一緒にゼビオンって国へ行かないか。ゼビオンの王は物知りな方だ。もしかしたら元の世界へ帰る方法をご存知かもしれない。それにゼビオンには世界中からいろんな品物が集まってくる。お目当ての武器も見つかるかもしれないよ。おお、そうだな。そうしろよ、おっさん。うむ、おじさんよ、共に来るがいい。ちょっと、おっさんじゃなくてトルネコさんよ。それに来るがいいだなんて失礼でしょ。一緒に行きましょう。こっちの世界のことは全然わからないんでしょ。なんとありがたい。あなた方のような強い人とご一緒できるなんて本当にラッキーですよ。それではお言葉に甘えてしばらくの間よろしくお願いいたします。
たいらしてね。名主様、戦士オルネーゼ、オレンカよりただいま帰還いたしました。早速、かの国の状況についてご報告させていただきたく。ご苦労であったな。さあ、顔を上げるがよい。はっ。見慣れぬ者たちも一緒のようじゃな。彼らはオレンカで私に力を貸してくれた者たちです。それは良き出会いであった。しかしやはりジャイワールはオレンカを攻撃したのじゃな。はい、この者たちの尽力もあり、なんとか城門の外で食い止めましたが、ジャイワールはオレンカ攻略を諦めておりません。さほど時を置かずして再び攻撃を仕掛けてくるでしょう。名主様、オレンカ王はジャイワールと戦う意思はなく、和解の道を探したいと申しております。そのため名主様への伝言を私に託されました。名主様のお力をもって両国の間を取り持ち、和解への道をお示しいただきたいと。オレンカより来た者たちよ、そなたら二人はどうじゃ。オレンカ王と同じようにジャイワールとの和解を望むか、はたまた報復を望むかの。正直に答えよ。もちろんジャイワールとの和解を望みます。それに俺たち実はジャイワールの出身なんです。けどオレンカにも世話になってる人がたくさんいて、オレンカの人たちにもジャイワールの人たちにも絶対傷ついてほしくないんです。だから何としても戦いを止めたいのです。まさかジャイワールの者がオレンカに味方しておったとは、実に不思議な縁じゃの。今回の一件は我らが保ってきた世界の均衡を乱す一大事である。恐ろしき予言が現実のものになってしまわぬよう、名手として力を尽くすと約束しよう。しかし争いを止めるにはまずその原因を明らかにせねばなるまいな。原因？ジャイワールがオレンカを攻撃した理由ということですね。さよう。
ではこれより私はジャイワールへ向かい、かの国の真意を探ってまいりましょう。俺も一緒に行くよ。私も何か役に立てることがあるかもしれないもの。うん、そなたらはオレンカとジャイワール両国の事情に通じておる。何かとオルネーゼの助けとなるじゃろう。くれぐれも頼んだぞ。おーし、じわじわたぎってきたぜ。名手様、俺たちにドーンと任せてください。ジャイワールの腹の内をバッチリ明らかにしてきますから。ちょっと、名手様の前なんだからもっとちゃんとした言葉を使いなさいよ。では早速旅立つがよい。世界を脅かす争いの目を摘むためにな。